借金は橋本さんが市長になり、そして僕が市長になり、今松井さんがやっていますが、5兆円の借金、今3兆4000億円です。1兆6000億円ガーッと減らしてきたんです。改革で財源を生み出して減らしてきました。なんでか、借金どんどん増やすっていうのは結局子供たち孫たちにツケを抹消をしている同じことなんです。子供たち孫たちが背負うのはランドセル、借金じゃないんです。なんでそんな借金ばっか背負わせるの。これはおかしいから、どんどん借金を減らしてきました、大阪市の借金。でも改革で財源を生み出して